皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、静岡県西部に位置する11万4千人都市掛川市の市街地を散策した時の様子を動画にアップしてまいります。この時はですね、 JR 掛川駅南口からすぐの場所のホテルに宿泊していましたので、そこからの散策となります。映像の方がこちらが南口の駅前の様子になります。まあ、ホテルだったりマンションだったりでしょうか、まあ、ある程度の高さの建物いくつか見えますが、そんなに多い感じはいたしません。駅の北側の方が、市街地がね、より広いといいますか、規模が大きい風になっていますので、そちらに向けて駅の自由通路を抜けていっております。ということで、駅の北口の方までやってきまして、これロータリーのね、あたりにいますけれども、ということで駅前の様子をご紹介したいと思います。まあ、こんな風にですね、小さめのオフィスビルというのが点在していたり、あとホテルなんかもあったりするんですけれども、そんなに数は多くなくてね、でこちら二宮金次郎の像とかあったりしまして、まあ、こういう感じの結構落ち着いた雰囲気がね、感じられる都市というのが、もう駅前見たらお分かりいただけるかと思います。で、駅前の小さな建物にはね、飲食店らしきものとか、あとスーパーマーケット、そして、まあ、学習塾なんかのね、数っていうのは結構目立ったりしていまして、前のね、袋井市の動画なんかでもお伝えしましたが、本当に静岡のね、小さな都市の駅前っていうのは、このように学習塾の数が本当に多くて、学生さんの数が割合的に多かったりとか、と勉強熱心なね、学生さんとかも多いのかななんていうふうな気がいたしますけれども、まあこの通りですけども、掛川駅から北に向いて伸びている通りをね、進んでいっている感じになります。まあ駅前はそういう学習塾多かったりするんですが、こういうふうにね、飲み屋らしきものも、まあ駅前らしく多少並んでいるかなという雰囲気です。で、この町の都市政策についての話になるんですけども、まあ、今の時代っていうのは、大体の町が、地方都市っていうのは郊外にね、ロードサイド店舗とかが多く出店して、そちらの方に人が流れて、中心部っていうのは、まあ、空洞化といいますかね、活気がなくなってしまうっていうのが、時代の流れでありますけども、まあ、この町はそっちの方向には持っていきたくなくて、中心市街地を活性化させたいっていうのはね、政策的にそういう動きが強いようであります。で、映像の後の方でね、郊外の様子を映しますので、まあ、駅から離れた郊外の様子ですとか、あと今映している中心市街地とね、まあ、雰囲気とかね、活気とか比較していただいて、その政策とかね、どうなのかなっていうのをね、ちょっと比べてみていただきたいなというふうに思います。で、現在ね、このように商店街、アーケードのね、商店街歩いておりまして、片持ち式のアーケードで、その合間といいますか、こういうふうに屋台のね、飲み屋が連なっているようなエリアもあって、雰囲気なかなかいいですけれども、まあ、でこういったところの向かいにはですね、このようにマンションと、その手前にはまたね、この建物も学習塾というかね、教育系ばかりの、施設が入っていまして、これも本当に静岡らしいなというふうに思います。で、アーケード街を抜けていきますと、ホテルがあったり、で、一気にね、観光地らしいスポットになってきまして、この掛川市というのは、掛川城がある場所なんですね。だから、もともと歴史的には城下町として発展してきたっていうのは要素として大きいんですけれども、まあ、今回の散策においてはですね、そのお城の天守閣の方を目指したりっていうことはしないんですが、まあ、軽くお城の周りを見てね、まあ、観光地、としてどういう風なね、雰囲気になっているかというのを少しだけ感じていただけたらという風に思います。で、映像の方ね、このお城周りを映している感じですが、まあ立派なね、お城というのが、これ透明でも分かりますね。で、このお城周りね、この歴史的な建築様式の建物が多くて、まあその中、お土産屋だったり食べ歩きできるお店、そしてまあ居酒屋、普通にまあこういう定食屋なんかもね、あったりしまして、そういう歴史的に長く発展してきた、まあ、現在では観光地ですけれども、そういう長い歴史を持つ都市というのがね、雰囲気でわかるかと思います。まあ、このアーケード街に関しましてもですね、まあ、昭和らしい雰囲気といいますかね、ところどころおしゃれな建物とかはあったりするんですけれども、まあ、結構年季を感じる
建物だったりお店っていうのが商店街の中多くてですね、まあ、お城が作られたのが1400年代のことで、まあ、この辺りも昭和の雰囲気が漂っていましてね、すごい歴史の風情を感じる全体的なそういう中心市街地になっているんじゃないかなという気がいたしております。ただですね、ちょっと現代的な中心市街地っていうのがあまりこの駅周りっていうのはそんなに見られなくて、で今回あの駅の南の方をね散策していないので、まあそのあたりのね様子っていうのが、まあ、この目で収めていないのでちょっとわからないところなんですけども、まあ北側を見る感じだとね、ちょっとまあ現代的な市街地としてねあの機能しているかっていうのはちょっと、まあこんな風に学習塾とかねあのひたすらありますけど若干見た目ではわからないところがありました。まあ駅の南側ね花鳥園とかあの観光地とかもあったりするんでまた雰囲気違うかもしれないですけども、まあまた別の機会でねその今回歩いていないところはね歩いていけたらというふうに思っています。で映像の方はですね駅北の中心市街地からより北の郊外にこれ抜けていくという形をとっております。これから郊外の様子を見てまいります。まあ映像を右手ね掛川城のあたり見えてまた綺麗な景色ですけども、はい、このあたりからね郊外の方にあるお店とか雰囲気というのを見ていきたいと思います。まあ、あの中心市街地とねまた比べていただきたいなと思います。まあ、この辺りも後でね、散策しますから今通りの西の方を移しましたけども、まずはこの道を北の方に行きます。まあ、この辺りセブンイレブンやくら寿司、まあ、農作物の産直市みたいなものをね施設あったりしますけども、そんなに商業施設の数が多くなくて落ち着いた雰囲気ですね。こちらが県道39号線のですね通りになっていまして、これ一応あの掛川バイパスという国道1号線のバイパスがね北の方に走っていまして、そこに西郷インターっていうのかな、まあインターチェンジがあるんですよ。そちらを目指して上がっていってるという感じになります。まあ、ところどころホットモットだったりこの中華料理屋だったりまたファミマのねコンビニが見えたりしましたけども、時々これ餅吉とかね、まあ、おしゃれなお店とか、まあこれも集合住宅なんかあったりしますが、まあ、こういう雰囲気で、まあ、ペットショップとかね東海とかありますけども、まあそんなにお店が密着してね、あるというよりはこれまあエニタイムフィットネスで奥にエネアスとかあったりしますが、そんなに、お店が密着しているというよりはですね、まあ、あの時々そういった大手のお店とか点在していまして、まあ、こんな風に住宅地とかね見えておりますけども、まあもうとうとうね緑とかもね綺麗なエリアとかもあったりしますけど、まあ、歩いてて思ったのがですね、本当に市街地が広くてそのバイパスに向かうまでっていうのが結構歩いていてねそこそこ時間がかかりましたので、まあ、それで、まあ、人口もねそんなに多い町ではないと思いますから、その市街地というかね平地の規模に対して面積に対してね、なのでまあそういうお店とかっていうのは分散しがちなのかなと。ただでさえね先ほども申しましたように、まあ、あの中心市街地ね人を集めたいとかね、あのそういう産業というか経済をね集中させたいということだと思いますので、まあ、であのこの辺りね今映してますけども、そのバイパスのね国道1号のインターチェンジの辺りになってきまして、その前にはねスーパーマーケットとかもあったりしてね、でドラッグストアの看板なんか見えていますが、まあこの辺りでインターチェンジ周りということでね、あの商業施設が密集したところがようやく現れますので、そのあたりをお見せしていきたいなというふうに思います。でこちらねアースの美容室とかありますが、この右手にね見えてるほら奥、これがカインズのねホームセンターがあったりという感じで、でこんな風にねもうあの集合しているのがねお店がわかるかと思うんですけども、まあ、あの今看板にあった通りですよ、まあ、こちらお寿司屋さんがあったりね、でこんな風に、ウェルシアとか、あとスーパーマーケットとかある感じですかね、あとはダイソーが見えたりとか、あとその奥の方には春安店のあの本屋さん、そしてマクドナルドに牛角とかあったりっていうのがねお分かりいただけるかと思います。まあ、こんな風に郊外型の
商業施設がね密集している、商業地区というのがありましたと、エスプラザと書いていますが、その向かいにもね掛川スーパーというなんかすごいローカルな雰囲気漂うお店、スーパーマーケットあっていいですけども、まあ、このインターチェンジ周りいろいろお店がありましたよということでね、先ほどくら寿司のあたりね歩きましたけども、そちらから、西の方ね、まあ、ちらっとお見せしましたが、そのあたりの、商業エリアというかね、まあ、別の市街地というのを見ていきたいなというふうに思います。はい、でこれから歩いてまいりますのが県道415号線の通りとなります。今まで歩いていた通りはね、掛川バイパスにの結構外れの方向かってね、歩いていた通りですので、お店とか少なかったんですが、でちなみにねこの看板左折 700m ってね、はっきりせいというね感じに思って撮ったりしたんですけど、まあこの通り沿いというかね、まあ、これから歩いていくエリアというのは今までに比べてお店の多いエリアとなっていますから、まあ、そのお店のね種類とか多さとかご注目いただけたらと思います。まあ、こんな風にカラオケのジョイジョイのお店とか見えてきましたけれどもね、あとは島村だったりオープン直前のドラッグストアとかもね今まで映りましたが、でやはり静岡ということでね、お茶のお店っていうのも大変多いんですね。で結構そのお茶の建物というのがね、周りの建物に比べて結構規模といいますかね、高さとかが大きかったりして、ああ儲かってはんねやなっていうふうにねそういうふうにね思ったりする部分はあるんですがまあそのお茶屋さん以外に、まあ、ココスだったりしゃぶ湯だったり、こんなふうに吉野家とサイズがねもう一つにくっついているような感じのところもあったりしますね。で割とファミレス密集地帯というのがあったんですけども、まあ、それを超えていきますと少しずつ落ち着いた雰囲気になります。まあ、ちょっとローカルなラーメン屋さんがあったり、これ好きやとね、で反対側にも何か、和食屋さん、あ相模か、和食料理屋さんがあったりしまして、でそのすき家のあたり越えていきますとこのようにまあお店が一旦途切れて、まあでもこんな風にですねローカルなお寿司屋さんとか、あとこういう風にやっぱ教育系の施設っていうのがまだまだ多いですね。でその奥の方にはですねこんな風に八百屋さんかな、そういう製菓屋みたいなのもあったりしまして、こういう地元感のね雰囲気とか、あとまあいいですねこの年季が入ったお茶屋さんとかもいいですけども、まあ、そういう住宅街とかローカルのお店が、連なっている、まあ、地元っていう感じのね、雰囲気のエリアがずっと続いていてまして、で途中こんな風に綺麗な川とかも通っていましてね、だいぶ暑くなってきた時期ですので、こういう水場とかを見るとねすごい涼しげな気持ちになってねいいなというふうに思うんですが、でこの川とかを越えていきますと割と本格的にねそういうお店が連なっているエリアに入っていきます。まあ今もねビッグボーイのレストランが映ったり、今も焼肉屋さんが映りましたか。そしてこんな風に洋服の青山やケーズ電機というもうザ郊外型のね大型店舗というのが急に並んできましたけれどもね、まあ、こんな風に交差点沿いすごい雰囲気ですよね、圧巻です。釜揚げうどん奥の方春山とか見えていますが、まあ、このずっとね奥を歩いたところもまた後ほど歩きますの で今まで通りを西に歩いてきてましてね、まあ、これからも西に歩くんですけど、まあ、一旦寄り道という形で、まあ、こんな風に快活とか来来亭のラーメン屋、ダイソーとかね靴屋さんとかいろいろ並んでいる、急にねもう商業地密接地帯密集地帯みたいなねバローとかあったりして、行き着きましたが、なんとこの通りの少し北行ったところにまたその掛川バイパス国道1号のねバイパスのインターチェンジ、大池インターというのかな、そういうのがあるそうで、まあ、こんな風にはま寿司とかホットモットとかね奥の方も連なっていますが、またそういった商業施設群というのが現れましたよと、まあ、そのインター周りをね寄り道して、まあ、またこの快活のところから通りを西に進んでいくという形になります。まあ、こんな風にカーディーラーが並んでいますけども、まだまだお店がね集合している地域というのが続きますから、ご注目いただきたいなというふうに思います。でこんな風に焼肉栄だったり、あとゲオとかね見えておりますけれども、まあ、やはりですねもう時代の流れというのは、まあ、車社会で、その郊外ねロードサイド店舗があるというのが流れですから、まあある程度ねその政治的な政策を加えても、まあやはりそういう経済の方がね結局
お金の方が上っていうのがね、なんか現実としてね、あるのかなというね、ちょっとそういう現実問題、まざまざと見せつけられているような、この都市景観ではそう感じてしまうんですけど、まあ映像の方ね、ドン・キホーテだったり、ホームセンター、あとこのようにスシローとバースデーのお店があって、あとはやはり、まあ車関係のお店っていうのも、もう点在していますよね。で、セガとかステーキガストとかもあってね、いやこの辺なかなかお店充実していてね、便利そうですね、この周りに住んでいる方ね。で、ヤマダ電機とかあって、ほら、あの先ほども言いましたでしょ、やっぱりね、お茶屋関係の建物っていうのが立派に建ってるんですよ。で、その横にね、あのイケメンという風に書いてますかね、まあ麺屋さんがあって、で、また車屋さんにほらオートバックスもあって、はい、やっぱ時代はそうなんですよね。車で、郊外に、行ってみたいなね、そういう流れなんですよね。ちょっと政治のそのあれ思惑というかね、願いみたいなのにちょっと反しているようで、ちょっと心苦しいというか痛いというところがありまして、で、自由とかアベールとかね、だいぶこれ市街地の端の方行き着きましてね、まあこれから逆に東の方にね、別の通りを歩きながら、まあ駅の方に戻っていくという感じを取るんですけど、まあこの辺りも地図を見るにね、どうやら国道1号が近いっぽいのでね、なのでまあだいぶ駅から離れていますけども、結構大手のねお店が多いという感じな気がします。で、1個ねこれ南の通りを東に戻っていってるんですが、まあ少しお店とかは少なめですかね。ただそれでもマルハンだったり古着屋、あとイエローハット、そしてこれコスモスもね映っています。これも建設途中なのかな。で、あの先ほどね看板だけ見えまして、これメガドンキがね建物ごと見えまして、セリアとかケンタッキーとかね、そういうファストフード店が入っていて、なかなか規模の大きそうなメガドンキに見えます。まあそれにしても建設途中のドラッグストアっていうのが本当に多く見えまして、まあご時世的にね、まあそちらの業界もホクホクな部分があるのかなという気はいたしますが、で、このあたりね、雑貨屋さんと釣り具屋さんと、あとこちらもね結構大きめのカラオケとかジムとか入っているお店ですか、そういったものも見えまして、で、こちら踏切が見えてきましてね、それを越えますとこのようにハードオフオフハウスに春山が、あとドコモとかね見えたり、で、奥の方分かりますかね、ケーズ電機とか青山見えるでしょ、これさっき映したそういうお店たちでね、その南の方に行き着いたという感じになります。で、これからこの通り東に歩きまして、掛川駅の方に戻っていくという形になります。まあ、酒屋さんだったり、あと爽やかとかブックオフとかねあったりしますね。で、先ほどねちなみに映りました踏切っていうのが天竜浜名湖鉄道のね踏切なようです。で、こんな風に朝日とかね、あとは車屋さんだったりアパマンとかあって、まあ、その爽やかとかね、あのブックオフとかの周り、ハードオフの周りとかお店、そこそこ多かったですけども、また駅に近づくに従っていってですね、そういう大手の大きめのねロードサイド店舗というのは減ってきたような感じ。これがおそらく天竜浜名湖鉄道の線路ですよね。この雰囲気がねいいですね。駅に近づくにつれてその自然の光景が、増えていくっていうのもまたいいものです。で、左手ね、麺屋さん、そして右手の方携帯ショップに、あと左手にはローカルなお寿司屋さんと、まあ、中心市街地に近づくに従ってですね、そういうローカルなお店っていうのが本当に増えていく雰囲気っていうのが感じられるかと思います。もしかしたらもうあれですかね、その郊外のロードサイド店舗っていうのも、まあ、その排除をするんじゃなくて、あのそういったところにもね、あの来ていただいて、あの一応そのバイパス沿いとかね、インター周りにはあの便利ね密集していただいて、で、その駅周りとか中心市街地は中心市街地で、自分たちというかね、ローカルに個人の人たちがあの団結してやっていくよみたいな、もしかしたらそういうスタイルなのかなというふうにもね、景観からは取れるような気がしておりますが、まあ地元住民の生活の利便性のこととかもありますからね。ですから排除するというスタイルを取るのではなく、まあ強制という形、住み分けというかね、そういうやり方なのかなというふうにね、まあ、中心部と郊外を歩いていて少し考察が立ったところでありますけれども、
まあでもこれ駅にだんだん近づいていってるのにですね、まあこんな風に青木とかあったりしますが、で左手もね、またこれ掛川スーパーですよ。まあローカルな雰囲気でいいですね。でもあのさっきはね、なんか良心地っぽいねとか、まあ農作物売ってるところかなみたいなのもあったりしまして、だから経済の循環というのを大手だけでさせない、ちゃんと地元とその大手とね、その企業とかね、その一体となって一緒に経済を回していくみたいな、そういう雰囲気が感じられるような気がしますね。でこれだいぶ駅の方に近くなってきたので、このようにデニーズだったりマクドナルドだったりね、あと奥の方もスーパーマーケットとかありまして、まあそこそこ、まあ大手のお店というかね、増えてきましたけども、まあ、こんな風にローカルな、食事屋さんとかもあって、で、カメラの北村とかあって、あと銀行とか、保険会社の建物とかマンションとかはね、また増えてきて、まあこれはさすがに、まあ、駅近らしいなという風な思いますけれども。で、もう間もなく、もう駅のね、北口側戻っていくような形となりまして、まあこんな風にオフィスビルがまた増えてきたんですが、まあやはり今の時代的にね、もう大手だけでお金を回してね、あの小さなところはさようならみたいなね、雰囲気というのが、かなり日本全国で加速の兆候にね、傾向にありますから、あのもう政治でね、はっきりとそういうスタンスを取っていくっていうのをね、まあ、今の時代ちょっと貴重な部分がもしかしたらあるような気はします。まあこの街もでも現実的にその中心部がちょっとやはり廃れているっていうのは否めない部分とか、あの結局インター周りの方がのね、大手のお店が連なっているエリアの方が便利じゃないかという風なね、気も、してしまう部分はあるんですが、まあはっきりね、あのそういう理念をね強く掲げているみたいな、なんか口だけじゃないかみたいなのが、まああの他の町よりも強いようなね、まあ、お前誰やねんという感じかもしれないですけども、まあ、そういう理念があるんだなと思いつつね、都市景観見ていったらまた見え方も違ってくるという、そういう感じがねいたしましたね。ということで映像の方は JR 掛川駅の方に戻ってまいりました。まあ、また掛川市来る機会があった時には別のエリアも散策してね見たいというふうに思います。今回ちょっとねナレーションの環境が劣悪でしたのでお聞き苦しいところもあったかと思いますけども ご了承くださいね。ということでご視聴ありがとうございました。